名だたるるスススス。ケーターー、ータタが出演すアアイイショースターズオンアイスその大トリでの演技を終え、万来の拍手の中、リンクに立つ羽生結弦さんの表情は自信に満ちていた。今日も全てを出し尽くした。そんな風に見えた表情は1年前の北京オリンピックと重なった。北京五輪のフィギュア会場首都体育館に入ると、少し複雑な心境だった。 初めての五輪取材で花形のフィギュアスケートが撮影できる嬉しさの反面担当だったスキーやスノーボードから一時的に離れてしまうという気持ちがあったそれでも先輩からの提案を断る理由はなかった五輪3連覇がかかる王者羽生結弦の演技を取りたいという思いが強かったからだ羽生結弦さんにレンズを向けるまでの道のりは長かった取材した2018年の全日本選手権羽生結弦さんは右足首負傷のため欠場 撮影を予定していた20年の世界選手権は新型コロナウイルスの影響で中止。私にとっては北京五輪でようやく会えたという思いだった。しかし、その考えに浸る間もなく、プログラムが始まると、緊張で時間は一瞬で過ぎてしまった。そんな中、鮮明に覚えていることがある。それはフリー演技後の表情だ。前日に負傷した右足首の痛みをこらえながらも、波乳ゆさんは4回転半ジャンプに挑戦し、天と地頭を演じ切った。 演技を終えた瞬間は背中しか見えなかったが、振り返って右手を掲げたときに見せた顔は、口元をぎゅっと結びながらも笑顔だった。ショートプログラムの得点が伸び悩み、望んだ結果ではなかっただろう。でも、その表情には、自分が信じた道を貫いた王者としてのプライドがにじみ出ていた。それから1年、全国3カ所で行われた公演は、プロに転向した羽生結弦さんの演技を見る、初めての機会だった。今回は、その演技を感じ、しっかりと写真で表現したい。そんな思いで臨んだ。 披露したのはオペラ座の怪人。愛を求める怪人の悲哀や喜びを演技に込めたのだろうか。力強く、繊細な滑りを目の当たりにし、五輪という大舞台での撮影機会を十分に生かしきれていなかったことに気づかされた。そして息を呑む瞬間は最後にあった。演技を終えて会場に挨拶する羽生結弦選手の表情はやりきった笑顔だった。あの時と同じだ。競技とは違い、公演は続く。 それでも、日々自己ベストを更新するつもりで演技に臨む姿勢が表情から読み取れた。競技の撮影ができたのは一度きりだったが、今後も変わらぬ姿勢で演技に臨む、羽生結弦さんの姿を見ることはできる。私もフォトグラファーとして、同じ気持ちで退治、退治したいと思った。